序盤を息切りしないようにゆっくり登るって言ってましたけどね、全然これゆっくりじゃないですけどね。ゆっくりな、もうやばいっすよ。こう見るとすごい普通ですけどね。あそこにずっと行ってたいと思います。ここまで来たらね、さっきの2時間ぐらいぶっちゃけ記憶がないんだよね。もうね、すっごい眠気と、やっぱそうなんだ、多分高山病だったのかな。よし、やばいな。意識で行かないといけないんだ。5800。前に一歩一歩行かないと進めないですからね。もう気合で行くしかない証拠が。すごいな。全然伝わらない。石崎 D すごい。すっげえ。よし。多分ね、これ67なんて笑いが重要なんだ。やべえ、本気でやばい。くそ。
あと30分これ多分映像じゃ絶対伝わんない、この辛さ。何やってんのあいつはみたいな。くそ、でもこの後がね、実はちょっと地味にハイになるんですよ。ハイになるんだけど、この後ちょっと休まないと前に足が出ない。すごいっすよ、ほんとこれ半端ないっすね。半端ない。これね、トライアスロンの、なんだっけ、なんだっけ、うん、長いやつ、アイアンマンとか砂漠マラソンとか、もう全然桁違いです。ほんと桁違い、本気で桁違い、もう異次元っす。これと同じぐらいの辛さがあるっつったら何があるんですよね。地上じゃないんじゃないかな。東洋生活なんのかな、これと同じぐらいになったら。要はすっげえクラクラの中からのリハビリ、自分の体が動かない中からのリハビリ。クソだね。うわー、こんなぐらいで、うん、うわ吐きが、うわ、うん、うっ、うっ、一応ね、皆さん私のメンバー強いんで、6戦でも何戦でも8戦でも酒を飲むからね、持ってきたんですけど酒どころじゃないですね。ちょっと置いとこう。最後の5分ぐらいで試しに飲んでみるか。やばい、本気やばい。でもちょっと気持ちいいっていうね。本気ですごいです。相当な夢だなこれ。やべ、ちょっと多分マッキンにじゃねえ、ペース出ないな。144まで行ってる。
これすげえ。剣の朝めっちゃすごいな。すっごいこの人。めっちゃすごいですよ。めっちゃすげえ。この人すげえ。やばいな。すげえ。うわすげえ。ケンラウさんすげえ。石崎でもすごいな。やべ。うちの師匠たちは今5000の800、まあ大体6000ぐらいなんですけど、酒を 8000m でも飲むんですよね、強い人たちは。で酒を勧められることも、まあ勧めるじゃない、自己責任で。もし6000ぐらいで自分のような弱いやつが酒を飲むとどうなるか、先にちょっとやっとこうと思う。あと15分なんで。トリサイボール、クラクラした。うわ。最初からクラクラしてるからよくわかんない。うん、酸素の98。くそったれだよ本当に。うわマジつれ。
すぎる。こんなにうまい一人でハイボール初めてだ。うまい酒がめっちゃうまい。39、59いけるな。むしろいける。いい感じですね。逆にいい感じかもしれないです。60ぐらい。でもこれが一体いつまで持つのかが分かる。いやーそれクライマーズハイみたいな。こんなに美味しいトリスハイボールは初めてです。進めるんですけどね。あ、進まないとちょっと辛いかも。いやー本当に前来られてた方と同じ感じかもしれない。そのキリマンジャラの 4000m が吐き続けて登って、アコンカグアも時間かかりすぎて登れなかったんです。マジっすか。ゆっくりで止まりながらだったら登れるけど、それだったらもう時間かかりすぎるからダメだ。なんか頭に耳鳴りっぽくなってきた。でも今まで食べた中でチョコは全然効かなかったんですよね。でおにぎりも効かなかったんですよね。でどちらかというと食欲がなくなったんですよ。水はまあ飲めるって飲める。お酒が一番美味しいっすね。このもうこう半分ぐらい飲んでますね。お酒が一番いいかもしれないですね。血圧も上がってないですからね。で73になってます。これね結構だいぶなんていうんですかね、だいぶ何か出てます頭から。頭から。ということはやっぱ精神の問題なのかな。作用というか高所低酸素に行くと興奮作用が出るんですけど、ええ、興奮するのさん出ないかもしれないです。そうですかね。でなんかさっきも見てたんですけど、笑ったりすると結構ガーっていくから、笑ったり興奮すると言って、うんうん、ということは精神力の問題かもしれないですね。ねえ、いや精神力の問題だったらそれはそれで一番楽なんですけどね。自ら上げていける。そうですね。で あとお酒が効くっていうのはこれすごく今なんかもういい感じですね。10分なんで無理しないように。そうですね。多分見ながらやってるんで、
多分もしかして飲んだ方がいいかもな、上でまあ一日だけなんでね、あれなんですけど、今後飲み続けてみてあの他の方が同意になった時は やらないでくださいね。ああそうですね、わかりました。あこれってそうか、じゃあ本当は、うん、ブログにあげるのも NG？ NG です。あそうですじゃあ内緒のプログラムで、あのもしかして対策発見したかもぐらい、ぐらいでやってください。ここに入る前に飲んでこないでくださいねって言ってるぐらい。マジっすか。いやこれでも63とかですよね。もう飲み終わりますからね、うん、じゃあ4時まで。やった飲み終わった。トリサイボール、今までで一番人生で美味しいトリサイボールだな。49になっちまった。言わないと。まあ飲んで酔っ払ってても、つまり酔っ払ってなくても同じって感じですね。でどちらかというと飲んで酔っ払った方が気分がハイのなんか気持ち悪さなんで、その方がいいかもしれないですね。どうなんだろう。でもこれ1日だから特効薬みたいな感じなのかな。体力なのかな、精神力なのか。うわ、体力なのか精神力なのか。気持ちいいんですけどね、力がない。これ何歩進んで何歩休むと山の頂上行けない。うわ、言えない。やべ、滑落すんとこなんじゃ。45、約130。やばい、やばいなこれ。いけんのかな。戻ったなこれ。55か。行かないと。本気でさえ、たったが6000なのに。
うわ、くそったれだな。気持ちよくもあるという。あ、いい感じになってる。120の6に。あとさ、くそ、これじゃ行けたとしても山の頂上行けねえな。くそ、ペースで行けたらいいんだけどな、6戦も。うわぁ、10キロ、1キロ1キロの上り、本当だったら20キロ。うわぁ、くそったれ。うわぁ、体が熱い。うわぁ、もう、うわ、倒れる。うわ、あっと、おいで。やば、耳がキーンとする。はい。